はいどうも、掛け軸塾の野村です。さあ今回は河瀬破水についてご紹介させていただきます。ということで河瀬破水やってまいりました。近代風景版画の第一人者と言われる方なんですけども、ご存知ありますでしょうか？はい、ああ知ってる。ああそうですか。あ結構最近、あそうだね、最近展示会やってるみたいだね。東京の方だったかもしれない、関西ごめんなさい分かんないですけど、そう最近ね展示会始めてるんで、知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけどね、結構人気の作家で、今回めちゃくちゃ紹介したいな、まあそういうのもあって紹介したいなとも思ってたんですよ。というのはね、めちゃくちゃ作品がいいんですね。どうでした？作品見に行かれました？展示会。あ行った。ああそうそうそう。そう、めっちゃいいんですよね。僕ジブリ好きだ。スタジオジブリ好き。宮崎駿好きやからね。スタジオジブリ好きなんで、まあ、なんかジブリっぽいなっていうのもあって、もともと入りそこだったんですけども、めっちゃ、なんていうんですかね、癒されるというか、癒しの作品が多いんですね。風景画なんですけど、めちゃめちゃ癒されるんですよ。で、多分これ僕だけじゃないと思うんですよね。だから、まあ、行かれたる方で、河瀬破水知ってるよっていう方で、同じように癒されるっていう感覚を受ける方いらっしゃると思うんですけども、不思議な魅力がある作家さんなんですね。まあ、エモいと言ったらいいんですかね。今の言葉で言うと、エモい。まあ、ここ感情を揺さぶられるような、ああ、いいなっていうような、作品を描くのが、この河瀬破水なんです。まあ風景画でそんなね、人の心を癒せる、まあ人の心を癒す作家はいるんです。作品ってたくさんあるんですけども、まあ、取り立てて言えるっていうと、もうこの河瀬破水と、あとまあ東山魁夷ぐらいかなっていう、まあそれぐらいのね作家さんがこの河瀬破水なんですよ。で、まあめちゃくちゃ面白いなということで、ちょっと、その展示会があるからっていうのも含めて、ちょっと生涯をご紹介したいなとずっと思ってたので、今回、ご紹介させていただきます。で、まあこの河瀬破水なんですけども、海外でもまあすごい人気の高い作家で、まあ、どっちかというとね、日本よりも海外の方が人気が高いんですよ。まあ、いろいろ歴史の流れがあってそうなってるんですけども、有名なところで言うと、アップル、iPhone のね、アップルのスティーブ・ジョブズ、あの方って、まあ、書道とか、禅とか、カリグラフィーとかね、そういった日本の文化にすごい造形が深かったんですけども、このアップルのスティーブ・ジョブズが、この河瀬破水の作品の、熱狂的なファンでコレクターだったっていうのはすごい有名な話なんですよ。だから日本に来て、まだ当時アップルがそんなに売れる前ぐらいから日本に来て、もう、作品を日本で画廊で買って帰ったっていうぐらい、で、そこから何回もね、こう、日本に来るたびにそこに行って、買って帰ったっていうぐらいのコレクターだったんですね、河瀬破水の。っていうぐらい、まあ、海外の人気っていうのは非常に高い作家さんなんですよ、この河瀬破水っていうのは。で、そんな河瀬破水なんですけども、浮世絵の最後に深く関わった人物とも言われてるんですね。浮世絵っていうとね、江戸時代に栄華を極めた、庶民の娯楽のアートですよね。日本独自の、アートということで、まあ、いっぱいね、有名な作家さんいますよね。葛飾北斎とか、歌川広重とか、写楽とか、歌麿とかね、なんか今、メジャーなね、人たちいっぱいいるじゃないですか。ああいう人たちによって、花開いた文化っていう、江戸の庶民文化っていうのが浮世絵だったんですけども、あれって、じゃあ、そこからどうなったのか、今現代浮世絵ってないですよね。まあ、もうないことはないですけども、あんまポピュラーじゃないですよね。浮世絵買いに行くわみたいな人いないと思うんですけども、じゃあその江戸時代の映画から今に至るまで、やっぱり最後の終焉があったわけなんですけど、その終焉どうなったのかっていうのをね、以前動画で浮世絵の歴史っていうのをご紹介させていただいたんです。そこで軽くね、流れとしてはご紹介してるんですけども、このラストもうちょっとクローズアップして、浮世絵のラストどうなったのか、なんで浮世絵は今みたいになくなっちゃったのかっていうのをね、詳しく、この河瀬破水の生涯を見ていくと分かりますので、ぜひね最後まで動画ご覧になっていただければなと思います。ちなみに私は掛け軸屋の2代目として、日本美術や掛け軸に関するさまざまな情報を、YouTube を通して今回みたいに発信しております。そうすることで、今は衰退していっている掛け軸に少しでも興味を持ってもらえる人が、まあ、増えればなと思いますので、今回の動画ぜひ最後までご覧になっていただければ嬉しく思います。それでは早速いってみましょう。はい、ではね、河瀬破水なんですけども、いつ生まれた人っていうと、1883年に東京で、生まれた方なんですね。東京の芝というところになります。だから明治時代が始まってちょっと経った時に生まれたんですね。で、ここの家っていうのは、なんかね、
職人さんの家で生まれたらしいんですね。糸屋さん、糸を売ってるお店兼なんか 糸組職人っていうのがあるらしいんですよ。なんか色糸をこう組んでて、なんかミサンガみたいなやつ、あ、まあ、ちょっと古いけどミサンガみたいなのを作る職人さんの家で生まれたらしくて、でちっちゃい時から絵は好きだったらしいんですよ。まあ、あの絵描きになる人でちっちゃい時絵嫌いだった人、僕会ったことない、見たことないので、まあ、そうごたむに漏れず、川瀬蓮水もちっちゃい時絵好きで、絵描きになりたいと思って結構日本画家さんところに修行に行ってたみたいなんですよね。結構大家のところに入門まで行ったのかな、そこはちょっと分かんないですけど、行って勉強してたんですけども、親はね大反対ですよ。そんな絵描きなんかやるよりもうちの家業の練習せえやみたいな感じで、あるあるなんですよ。この職人の家に生まれるとね、そういうことよくあるんですよ。で、まあ、ちなみに私は掛け軸屋の2代目ですけども、親から掛け軸屋になると言われて、なったわけではございません。なんか知らんけど小学校ぐらいの時からね、掛け軸、親がこう掛け軸やってるのをすごく見て、あ、ええな、面白そうやなと思って、なぜか小学校の時に、うん、俺これやるって、将来の夢そこで決めるっていうなかなか早い決断をした男なんですけど、まあそれどうでもいいとして、まあ川瀬蓮水は絵描きになりたかったんですけども、まあ親が反対するししゃあないなということで、こう絵描きになる夢を諦めて、家業につい、入ったんですよね。20歳ぐらいなのかな、成人ぐらい成人したら、家業に入ったんですよ。なかなかね、本当はやりたかったのにと思ってたんですけども、ところがね、転機が訪れます。あの家業がね傾くんですよ。お父ちゃんあんまり商売上手じゃなかったかもしれないですけど、傾いて、でそこで混乱が起こった中で、川瀬蓮水がよっしゃチャーンスと思って、その自分の仕事とかを全部こう妹夫婦に、押し付けて、俺やっぱ絵描きになるって言って、脱北するみたいな、そんな感じで、絵描きのこう道に入っていくという、そういうふうな形のスタートになります。で、まあ、日本画家になりたいなって思ってたので、まず入門しようと思って、師匠、いいところの師匠行こうと思って、鏑木清方っていう作家さんのところに、弟子入りする形になります。弟子入りするように頼みに行くんですね。で、その鏑木清方っていうのは、以前、上村松園ってご紹介したことがあるんですけど、美人画の大家ということで、女流画家、女の作家さんで、すごい有名な作家さんがいたんだよっていうのが京都にいたんですけども、それが京都の、まあ、西の松園に対する、東の清方って言われるぐらい、美人画の大家として有名だったのが、鏑木清方で、そこに、まあ、川瀬蓮水は弟子入りしたいと思って行ったんですよ。行ったんですけども、ちょっと鏑木清方的にはちょっと年齢もいっとるからな、でも25ぐらいの時に行ったらしいんですね、あの川瀬蓮水が。で、画家として25歳、今からちょっと微妙やなと思って、川瀬蓮水に対して鏑木清方は、いや自分ちょっと洋画の方がええと思って、今から日本画家覚えようと思ったらちょっとスピード遅いで、他もね、弟子とか結構もう25やったら一人前になっとるようなやつらもいっぱいおる中で、今から用意の言うでも自分ちょっとなかなか語れへんかもしれへんから、洋画やったらね、明治時代になってからスタートしたようなもんやから、またそんなにね、まだアーリーアダプターとしてやっていけるから、そっちの方行きみたいな感じで、なぜか洋画の研究会の方に川瀬蓮水は、行く形になります。洋画、いや俺日本画がやりたいねんけどな、まあまあでもしゃあないか言われたから、ちょっと洋画行ってみようかなっていう中で、ちょっと優柔不断でそっちに洋画の方に流れると。で、洋画の方行ったんですけども、やっぱりね、あんまこう心気乗らんかったらしくて、挫折しちゃったらしいんですよ。で、早々に、まあ、辞めて、まあ、1、2年ぐらいやったんですけど、辞めて、やっぱり俺はもう一回日本画になりたいということで、もう一回清方のところに弟子入りしに行きます。なんと2度目の告白ということで、同じ作家に2回弟子入りしに行くやつ俺あんま聞いたことないんですけどね、川瀬蓮水は、行きます。同じ人に2回告る人もあんまいないですけど、一人だけね、高校の時いましたね。付き合ってくださいって言ったら、その女の子は、友達ならいいよって言われたんですけども、その男の子は、ちょっとね、あんまり恋愛経験がなかったんで、友達ならいいよを、友達からならいいよっていうふうに、なんか、でもインプットすり替えられてしまって、そっからなぜかこうね、猛アタックが始まって、ちょっと女の子は嫌がってたんですけども、猛アタックが始まって、2回目の告白をして、しっかりめに断られてました。同じ人に2回告白して2回断られてる人がいたので、まあそれと同じような感じで川瀬蓮水も2度目の告白をしたんですね。で、まあ清方的には、
おお、2回目来た。やばいな。ちょっとこれ断るとやばいことになるかもしれん。目ちょっと座ってるから。もう分かった。ほんなら、もう、あれからちょっと年月も経ってるけど、もう入りなさい。入門しなさい。もう君の熱意に負けたということで、根負けして、清方のところに、弟子入りする形になります。で、弟子入りしたんですけども、カブラギ清方の門ってさっきも言ったように美人画の門だったんですね。なので美人画をずっと描いてたんですけども、なんかちゃうねんって川瀬ハスイは悩んでたらしいんですよ。なんか美人画俺が描きたいもんとちゃうんやけどなっていうような感じで悶々としてたらしいんです。結構わがままっすね、こいつ。お前2回に告白してやっと入って、親からもね逃げるようにしてやっとここ風日本画家として入れたのに、そこで文句垂れるって結構言いたい放題な、わがままなやつやったんやなっていうところなんですけど、ちょっと気が乗らへんなっていう中で、一つ転機が訪れる形になります。それが、同門の、年下の同門で伊藤新水っていうのがおったんですよ。年下なんですけどね。それがちょっと展覧会で出してた、風景画の版画を見て、すごい、もう衝撃を受けたんですね、川瀬ハスイは。わあ、これや、俺がしたかったんこれやみたいな感じでザーンってこう雷に打たれたような衝撃を受けて、俺はこれをやっていきたい、もう美人画とかええねん、俺は風景画を描きたいと思って、おいちょっと新水お前これ風景画やってるけどこれどうしたらいいんや、お前それどうやってやってんの、なんか知り合い教えてくれや、なんか誰とやってんのみたいな感じで、めっちゃ川瀬ハスイはこの伊藤新水に、聞きまくったと。で今年下の伊藤新水はちょっと、いやちょっとやばいな、めんどくさそうやな、この圧すごい、圧すごいからさ、もう蓮井さん圧すごすぎっすよと思って、うちはね、ボスが、ね、いるんですよ。ボスが、渡辺翔三郎っていうボスがおるんで、ボス紹介しますから、ボスに聞いてください、僕ようわからないんで、もう僕縁しかしたくないんで、もう勝手にそっち行ってくださいみたいな感じで、ちょっと煙たがられながらも、渡辺翔三郎っていう、版元に、川瀬ハスイは出会いの形になるんですね。でこの渡辺翔三郎っていうのが、この浮世絵の業界の中でのすごいキーパーソン、この時代の中でのキーパーソンになります。だから近代日本美術のキーパーソンが、岡倉天心っていうのを昔動画でご紹介したことがあるんですけれども、版画界のキーパーソンが、渡辺翔三郎になります。でこの渡辺翔三郎どういった方かっていうと、一つの運動を起こした方なんですね。何の運動かっていうと、新版画運動っていう運動をずっと起こしてたんですよ。これ何なのかっていうと、新版画って何、どういうことっていうと、浮世絵の歴史でさっきね、最初の時にお話ししましたけど、浮世絵っていうのは江戸時代ね、すごい花開いてましたよとね、絵が極めてましたよだったんですけど、明治時代になってくると、西洋からいろんな印刷技術がこう入ってくるんですね。活版印刷とか言ってプレス機とかも入ってきて、パッシャンボンパッシャンボンパッシャンボンみたいな、大量に出せるし、早いしで正確やしね、写真を印刷する技術みたいなのも入ってきたんで、もう浮世絵ってもう彫ってこう版木でね、こうやって吸っていくでやから、もう全然こう間に合わなかったんですね。スピード全然ちゃうし、で大量量生産やからコスト安いし、で正確やし、でスピードを上手伝えるのも早いしということで、西洋のその印刷技術とかにすごく追いやられていって、どんどん明治時代以降になってくると、浮世絵っていうのはもう終わりを迎えるというか、全収束に入っていったんですよ。で、浮世絵画家たちはこう辞める人も続出したり、もう浮世絵ではあかんので、日本画本流の肉筆画の方で、こう戦っていくみたいな感じで、そっちの展覧会に参加したりとかっていうことで、もう浮世絵自体がこう収束に向かってたんですよ。で、版元、浮世絵を扱って商売してたこう渡辺翔三郎からすると、ちょっともうせっかく江戸時代ね頑張っとったのに、こんな風に終焉するのは文化を廃れるのは嫌やみたいな感じで思ったんですよ。今の僕みたいにね、掛け軸せっかく今頑張ってるのに、衰退していくのは嫌や、なんとか掛け軸復興したいみたいな感じで僕頑張ってるみたいに、渡辺翔三郎も頑張ろうと、なんとか浮世絵復活させたいと思って、やったのがこの新版画運動だったんですよ。で新版画運動どういうふうなものなのかっていうと、基本的には浮世絵って絵描きと、それを絵描きが下絵を描いて、その下絵に沿って彫師っていうのが版木を彫って、
で、すり師っていうのがその刷っていくわけですね。3人で、一つの作品を作っていく。このスタイルは、継続させたい。浮世絵としてのこのスタイルは、継続させたいけども、今まではどっちかというと浮世絵って娯楽品的な扱いだったんですね。肉筆画のこの本流の、あの芸術の画壇と比べると庶民の楽しむものとかっていう位置づけなので、ちょっと芸術品よりも一個下に見られてたっていう、そういう背景があるんですよ。で、まあ、どうせ娯楽品でしょ、浮世絵みたいな感じでちょっと鼻で笑われるような感じやったのを、芸術品としてバッキバキにバージョンアップさせて、こう作り上げたい。そしたら芸術品としてやったら、こことも戦えるぐらい芸術品としてやったら、もう一回復興する道があるんじゃないかっていうふうに渡辺庄三郎は感じたんですね。なので、絵描きの技術もまあさることながら、その絵描きが表現したいっていう技術を、その彫り師と、すり師の技術をバッキバキにレベルアップさせて、もう娯楽品なんて言わせないで、もう肉筆画と対して変わらんぐらい、いや肉筆画を超えるぐらいの、レベルを版画で表現するぜって言って、作り上げたのが、新版画なんですね。でそれを日本市場でももちろん売っていきますけども、海外市場に売っていこうというふうに渡辺庄三郎は、考えたんですよ。というのは、明治時代になって日本では浮世絵というのはこうブームが下がっていってたんですけども、開国して明治時代になって海外では、ね、浮世絵ってめちゃめちゃブームやったんですよ。よくねジャポニズムって言うじゃないですか。ヨーロッパでね、北斎漫画が届いて、包み紙、陶器の包み紙やったけども、それ開けたらわーすげえなんだこれみたいな感じでブームが爆発したっていうのがずっと続いてたんですよ。しかもそれの流れがアメリカとかでも起こって、明治時代以降も例えばアメリカで広重展とかの展示会が行われたり、有名なコレクターが買い漁るみたいな感じで、海外では浮世絵のブームがめちゃめちゃあったっていうのを、版元として浮世絵を商売してた渡辺庄三郎っていうのは知ってたので、なのでじゃあ海外で売ろうじゃないか、俺は新版画というのを作って、もう新しい版画を作って芸術品として海外にぶち込んだら、海外でめっちゃ売れるんちゃうか、浮世絵のボタンがあるしめちゃファヒョフォーみたいな感じになるんちゃうかみたいな感じで頑張ってって、で伊藤新水とか作家と組んでたのがこの渡辺庄三郎やったんですね。どうですか、わかります？これが、渡辺庄キーパーソンと言われる渡辺庄三郎のバックグラウンドだったんですよ。っていう時に、渡辺庄三郎と手を組んでた伊藤新水が、なんかようわからん、なんか熱意満々の目ギンギンに、こう、俺風景がやりたいんすよって言ってる川瀬蓮水を連れてこられたので、渡辺庄三郎は、そっか、まあまあとりあえずやる気あるんやったんな、俺と一緒に、お兄ちゃん俺と一緒にやろうぜ、二血して海外ぶち込んでいこうぜみたいな感じでタッグを組んで、スタートデビューするっていう形になって、こっから川瀬蓮水の版画家としての画業がスタートする形になります。結構ね、だから紆余曲折があったんですよ、前半戦で。でまあ鏑木清方にちゃんと辞めるって言ったかどうかちょっと心配なんですけどね。だからもう勢いでガーって行くタイプだから、2回告白して、しかもそこを辞めるっていうね、2回告白してやっと付き合えたのに自分から断って振っていくっていう、そんなやつみたいな感じですけど、まあちゃんと言ったとは思うんですけども、そこから渡辺庄三郎と組んで、デビュー作っていうのが、塩原三部作という作品になります。これは塩原っていうのは栃木県にある、まあ、地名なんですけれども、よくまあ川瀬蓮水って幼い時この塩原の方に行ってたらしいので、その風景っていうのを作品として、3つ、作品を作ります。塩原お金寺、お金道かな、お金寺、お金寺で、塩原旗下り、あと塩原塩釜という、この3部作を、バーンって発表したんですよ。でこれがめちゃめちゃやっぱね、処女作にしてはやっぱレベル高いし、やっぱ創作工夫っていうのをこうね、渡辺庄三郎と組んで芸術品としていくっていう意気込みがめちゃめちゃこう感じ取れる、デビュー作だったんですね。やっぱファ音楽でもそうなんですよね。ファーストアルバムが一番こうアーティストの思いが、ちょっとなんていうの、青臭いけどもめっちゃパワーこもってるみたいな時ってないですか。デビュー作の方がすごかった、インディーズの方が良かったみたいなことないですか。いや、そんな感じで、やっぱこの3部作の時はすごかったんですよ。簡単にご紹介すると、こちらになります。まずね、塩原お金道、お金寺なの、どっちなの、お金寺でいいと思うんですけどね、の作品なんですけども、これ版画なんですけどね、やっぱこう
普通の今までの明治時代の浮世絵とかと比べると全然雰囲気が違いますよね。色彩のこうグラデーションとかがやっぱり表現力めちゃめちゃこう続いているんですよね。で、こう彫りのこう何ですか、輪郭線ですかね、あれの強弱とかもやっぱりしっかりしてるし、なんなら肉筆がって言われてもまあそんな感じかなって言えるぐらいの作品なんですよ。で、次の作品っていうのが、こちらです。これが塩原旗下りというものかな、なんですけども、まあ、雨映画ね、山間部に降り注いでるっていう風景、雨っていうのは浮世絵でもよく描かれるんですけども、この雨の表現っていうのは細い長い、線の雨もあれば、すんごい短いのこぎり刃みたいなカチャ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 みたいな、こう線の雨もあったりというのを組み合わせて微妙なこうトーン、抑揚をつけてるんですね。リズムをつけてるっていうところで、めちゃめちゃ手が込んでる。もうすごいパワー、手間かけてやってるなっていうのが分かる作品なんですよ。で、次がこちら。こちらが塩原塩釜っていう作品なんですけども、まあ、これもあのグラデーション、あの色合いの色彩のこう深度といったんですかね、深さっていうのがいっぱいある、あのすごい表現されてるなっていう、こう味わい深いもんなんですけども、土の表現がねめちゃめちゃすごいんですよ。これあのバレンのこうすり跡っていうのをわざと残して、すごいこう土の表現っていうのを、質感っていうのを表現してる、こういう風な創意工夫っていうのをめちゃくちゃしてるんですね。だからすり師も彫り師もバッキバキにレベルアップして、こう絵描きの表現したいものを 100% こう表現するぞっていうこう思いのもとで、打ち合わせを何回も何回もこう絵描きとしながら、作品を作り上げていくっていう、そういうぐらいもう本当に芸術品として認められるぐらいのレベルアップを果たしたのがこの新版画、塩原三部作だったんですね。で、まあ、このデビューを、きっかけに、川瀬ハスイっていうのは風景版画家としての地位を確立していく形になります。だから、まあ、作品をいっぱい出していって、デビューからすごいこうヒット作を連発するような形なんですね。まあ、いろんな各地、日本各地の、風景画の連作シリーズを出したり、まあ、東京の連作シリーズを出したりっていう形なんですけども、この川瀬ハスイの作品のすごさっていうのは、スリの回数がめちゃくちゃ多いんですよ。例えば、こちらの作品、これはあの若狭湾の久手の浜っていう作品なんですけども、めちゃめちゃこう夕焼けに照らされた、なんていうの、海のこう何とも言えないグラデーション、モネカっていうぐらいのね、すごい鮮やかな、もうエモいみたいな、わかりません、こうね、海とか行って昼間はすごい楽しいわけやけども、なんか夕暮れになってくると夕焼けがこうね、海に反射したら、もう僕なんか泣けてくるぐらい、なんかなんかもう夕焼け綺麗なみたいな感じで泣けるような、そんな気持ちになるような、表現なんですけども、これね、スリの回数がめちゃめちゃ多いんですよ。これ34回吸ってるらしいんですね。34回でずっとピンとこないかもしれないですけど、めちゃくちゃ多いんですよ。葛飾北斎の代表作の外風快晴っていう赤富士あるじゃないですか。あれ何回やと思います？ポッ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 チーン。正解は、あれ7回すりなんですよ。少なみたいな。少な !7 回すりで少なまあ、あれは、浮世絵の版画の中、あの当時の中でも特に少なかった半数なんですけど、まあ、江戸時代、ブームになってるのでも、大体すりって言ったら10回から20回ぐらいやったらしいですね。って比べたら、それの倍ぐらいの量のすりをしてる。だから、まあ、そんだけ細かくいろんな表現ができるっていうのを、課されてる。だから、もう肉筆が顔負けの表現力っていうのが、この、川瀬ハスイの作品の特徴だったんですね。で、あと面白いのが、川瀬ハスイって有名なところだけをこう描いてるわけではないですよ。もちろん有名な観光名所みたいなところをね、描いてる場合もあるんですけども、それよりもどっちかというと、どこそれみたいなことをところを書いて、切り取るんですよ。しかも、なんかすごいところじゃなくて、なんか庶民の日常的な動作とか、人の営みとかを、パシャッと切り取って描き出すっていう独特の視点があるんですね。で、それが、なんていうかね、だからこそ見る人が見たら、わかるそれみたいなね、そういうふうな感覚を受けるような作品が多いんですよ。例えばね、
まあ、この頃じゃないんですけども、神戸を描いてる作品っていうのがあったんですよ、川瀬波水で。あ、そう、神戸描きのようなどこなんやろうって僕思ったんですよ。まあ、ポートタワーは今ないと、その時はなかったと思うので、まあ、港とかなんか六甲山とかかなと思って、どこかなと思って見てみたら、あの、永田神社っていうね、雪設計の永田神社っていうのを描いてたんですよ。いや、どこそれって多分思うと思うんですよ。永田神社って、超マイナーですね。地元じゃないと多分知らん、地元の人でも知ってない人、行ったことない人って多いと思うんですよ。僕は高校が永田の高校やったので、帰り道にその永田神社前を通ったりするので記憶にはあるんですけども、そうじゃなかったら多分永田神社って言われても分かる人多分おらんと思う。しかも設計って、いや永田雪降らへんからって、普段雪降らへんからっていうようなのを創作で作るんですけども、でもエモい、なんかエモい、あーってこう人の心を打てるような作風に仕上がってるんですね。っていうぐらい、まあ、独特の視点感覚で、こう描くので、やっぱり当時の人からすごいなっていうところで、人気を博してたんですよ。で、まあ、順調に版画家としての、デビューと人気を博して、こう画業を重ねていってたんですけども、一つここで大事件が起こります。もうね、悲しい形なんですけども、それがこれ芸術史上の中では必ずここ通ってくる、絶対出てくる事件なんですけども、1923年、関東大震災が起こります。まあ、事件といったらあれやけども、震災、まあ、大惨事が起こります。めちゃめちゃでかいね、日本、関東、東京の、震災史上の中でも、最大級と言われているもう震災、もう地獄絵図のような、地震が起こってしまったと。で、まあ、浮世絵版画家だけじゃなくて、まあ、もちろん芸術家、アーティストもそうですし、まあ、関東に住まわれてた方全員がね、もう本当に大変な思いをするぐらい、もう焼け野原になるぐらいひどい、震災やったんですね。僕は阪神大震災経験しているので、それよりも多分ひどかったんだろうなって考えると、まあ、すごい、想像です、絶するものがあるんですけども、まあ、そこで、当時、加水が書き溜めてた、まあ、下書き、スケッチとかも、全部消えちゃったと。で、燃えちゃったんですね。で、まあ、もちろん家財道具とかも全部燃えてしまったので、もう全部今までの、こう、ネタ帳とかがなくなっちゃったんですよ。だから、絵描きにとって、スケッチ帳っていうのはほんまネタ帳なんですね。葛飾北斎の北斎漫画みたいな感じ。もう全てがそこに詰まってるよ。そこから、いろいろ応用して描いていこうみたいなネタ帳だったんですよ。芸人のほんまネタ帳みたいな感じ。それが全部燃えてしまったっていう、この悲しみはね、どう言ったら伝わるかなっていうところなんですけども、例えば僕最近同じじゃないですけども、パソコンがね3時間の間に2台壊れるという惨事を受けたんです、あったんですけども、パソコンにすごい取りためてたいろんなデータ、まあ、秘蔵の動画でもいいですし、秘蔵のファイルでもいいですけど、いろいろあったのが、全部バックアップも取らずにバーンって爆発してしまって消えてしまったっていう時の悲しみの多分1000倍ぐらいの悲しみが、破水だったと思うんですよ。でも呆然で、ああどうしよう、俺の今までのここの映画で貯めてきた全てのネタがもうなくなってしまったし、家もなくなって燃えてしまった、ああもう俺今後どうやって生きていったらいいんだろうって、こう失意のね破水はもう途方に暮れながら向かった先はやっぱり庄三郎さんやったんですね。どうしようかな、もう庄三郎さんやったらなんとか俺の話将来をこう照らしてくれるかもしれへんって言って、まあとりあえず庄三郎さんのところを訪ねたんですけども、庄三郎さんも無事なわけないんですよ。銀座の方でねお店やってましたけど、当然潰れてもう版木とかも燃えて大被害を大損害を受けてたんですけども、なんか庄三郎さんの前に長谷が来て、お長谷どうしたんや、もう大丈夫やったかって、庄三郎さんもう無理っすわ、僕全部ネタ帳全部もうねなくなってしまったんで、もう版画家としてもやっていけませんわ、僕もやっていけませんわ、もう知りませんわみたいな感じでちょっと自暴自棄になとって、この庄三郎さんはもうこのままじゃあかん、こいつちょっと死んでもらうかもしれん、もう芸術家としてもやっていかれへんどころか人間としても終わるかもしれんと思って心配になって、青川お前ハスイお前何しょけとんねん、お前もう亡くなったもしゃあないやないか、お前だけちゃうねんぞ、みんな見てみろや、みんな辛い思いしとんねん、お前だけが苦しい思いちゃうねんぞ、もうそんな悲しみになってもしゃあないやろ、失ったもんはなよみがえらへんねん、だお前なしょげてるけど、お前は
作り出すことができるやろうが、新しく作り出せるやろうが、創作できなくなった芸術家なんてほんま意味ないで。お前にはな、力があんねん。お前の風景画を見て、心癒されるっていう人がいっぱいおったやろ。今までもおったやないか。顔思い出してみろや。あの人たちが今悲しんでんねん。みんな悲しんでんねん。みんなお前の絵を待ってんねん。そういう人たちの心を癒すことができるのがお前の力じゃないんかいや。それが芸術の力じゃないんかいや。なあ、ハスイ。そんな職取っても、ええことない。で、亡くなってしまったもん、蘇ってこへんねん。だったら作ればええやないか。お前芸術家やろ。今から旅に出て、新しいもうインプットして、新しい作品を作ったらええやないか。この経験を、関東大震災で苦しいな思った、その経験を生かして、なあ、新しいバージョンアップした、新しいニューハスイの、なあ、芸術作品を作って、この苦しんでる人たちを癒したれや、慰めたれや。それがお前、新版画の芸術家としてのお前の役割や。行け、ハスイ!みたいな感じで、こう慰めて力づけて、ハスイが、わかりました!僕、行きますわ!みたいな感じで、そのまんま、旅に出たっていうね。気の見気のまま、ハスイは旅に出て、しかも最長の、今までのこの旅の中で、最長の102日間のスケッチ旅行に行くということで、すげえなと。3ヶ月ちょっとぐらいずっと旅に出回ったという、めっちゃインプットの旅に出回ったというのが、この失意のハスイだったんですね。で、そのスケッチ旅行の会があって、復活します。復活の破水ということでパワーアップしたんですよ。やっぱりね、いろいろ見て芸術家にとってインプットって大事だったんで、そこから、こう復活するわけなんですね、破水が。で、そこから描く破水の作品っていうのは、やっぱりね、傑作が多いというか、なんかね、やっぱ、気するものに気するものがあったんかなというと思うんですね。関東大震災で今まで普通だった風景が一瞬にしてこう地獄絵図に変わるわけじゃないですか。だからこそ、今の風景の一瞬っていうのはめちゃくちゃ大切だなっていうふうに感じるようになったらと思うんですよ。一瞬の風景の美しさを切り取るこの感覚の鋭さっていうのが、この研ぎ澄まされてたんだと思うんですよ。ビンビン状態やったんですね。で、スケッチしてパッてこう、あ、今しかない。もうこれ以前にもないし、これ以後にもない、この美しさっていうのを、今俺にしか描けないもんにゃにゃっていうことで、バシャッて撮って、もう映し通るっていう、この鋭さっていうのが身について、いろんな作品をここから、生み出していく形になります。だからこの時期の震災後からのこの、昭和一桁台ぐらいまでの、ハスイの作品っていうのは、めちゃくちゃ、傑作が多いですね。もうよりエモくなっていると言ったんですかね。まあ、もうここら辺もエモかったんですけども、よりエモくなって、もう傑作。もうこの時期に、ハスイの、こう芸術家のこう様式っていうのが確立した時期ですね。まあ、これ以後もいろいろ作品を出すんですけども、多くはもうここで確立したものの応用編みたいな感じで、いろんな作品を、こう描いていくという形なんで、ここがね、もう、ハスイの中でのもう一番の無双状態の時期ですね。もう確変状態みたいな感じで、ヒット作大連発していくような感じ。で、その中で一つ、ハスイといったら、この作品っていう代表作っていうのが、この時期に生まれるんですね。それが、東京二十景っていう連作を出している中の一つで、まあ、東京二十景って震災でボロボロになった東京がこう復興していく様をこう描いてた作品なんですけども、破水風に考えるとこう昔ながらの情緒を残しながら、変わりゆく東京じゃなくて、ちょっとこう昔の東京も残しながら描いていく作品で、その代表作っていうのが、こちらです。これ見たことないですか?これ芝増上寺っていう、まあ、破水って、生まれが東京の芝っていうところ、まあ、今の新橋とかになるんですけども、そこでまあ生まれて、まあ、ちっちゃい時からこう、そこら辺でこう増上寺の方で遊んでたらしいんですね。っていうことで、まあ、すごいこう、増上寺に対して思い入れがあるのを、この作品で描くて、まあ、生涯増上寺を描いた作品っていうのは、破水っていうのは結構出してます。4点ぐらい描いてるんですけども、その中でも一番の、まあ、傑作と言われてるのが、この芝増上寺ですね。まあ、赤の朱色にこう白の雪のコントラスト、雪めっちゃ得意なんですけども、それを合わせてまあめちゃめちゃ綺麗なっていうのと、金景のクローズアップですね。松のこのクローズアップ、これまあ歌川広重がよく使ってた金景だけ異様にクローズアップしてビヨーンってする、なんかすごい独特な構図の撮り方を広重がやってたんですけども、まあそれにすごい近いような感じを取り入れながら、和傘のこう女の人が歩いてるっていうところで、すごい叙情的なエモく
くなるところなんですよ。めっちゃエモい。あ、この女性がなんかこうね、昔ながらの江戸っぽいな、浮世絵っぽいなみたいなところなんですよね。そういう風な感じで、エモさも出しながらも全てがこううまいことミックスされたハイ次元のレベルで作り上げられているのがこの芝増上寺という作品。これがまあこんな傑作のようなものが、この破水の無双時期には、たくさん、出ますので、もしね破水の作品を見られるのであればこの時期のものなのかっていうのをね、確認されたら面白いんじゃないかなと思います。で、順調にまあ来てたんですけども、昭和の一桁台ぐらいまではね傑作をずっと出してたんですけども、やっぱりね画壇の中ではいろんな批評がこう出てくるんですよ。マンネリかっていう、マンネリやその似たようなもんやないか、お前いつも雪ばっか描いとるやないか、お前大体分かっとんねんぞ、お前のネタっていうのはお前が描くもんは大体雪か夜か雨か、あ、それぐらいやろ、それの風景やろ、もうどうせまた分かっとんねん、もうマンネリやマンネリやみたいな感じの、批評家が言いたがりなやつ、そんなガヤるやつがいっぱいおるんですね。で言われて破水をちょっとねシュンってなってスランプになっていってしまったんですよ。でドツボにはまるとこうなかなか抜け出せない感じで、その昭和の一桁台の傑作っていうのが良すぎたので、なかなかねそれを超える作品っていうのが生み出せなくて、ちょっとねこの昭和の10年以降の作品っていうのはあんまり良くなかったらしいんですよ。渡辺正三郎もこの頃の破水の作品あんま良くないねんって自分ボスが言うぐらいねあんまり良くなかったらしいんですけども、で破水もすごい困ってたんですけども、そこのスランプを脱する契機になったのが、1939年の朝鮮スケッチ旅行だったんですね。これは画家仲間がなんか出版社から依頼を受けて、朝鮮にスケッチ旅行に行きませんか、行ってくれませんかっていう依頼を受けたらしくて、でその画家仲間が破水にお前も行くか、ちょっとスランプみたいやけども、まあ、ちょっと新しいとこ行ってな、し我々画家はな、新しいインプットでこうねこう心を洗わんと新しいもみんと新しい発想も出てこへんねん、芸術家アーティストってそういうもんやな、一緒に行こうぜ、まあ、そんなくやくやすんな、そんな朝鮮のうまいもんでも食おうぜみたいな感じで、連れて行ってもらったんですね。ならこれが大ヒットというか大当たりやったんですよ、目論み通りで。やっぱりねちょっと日本とは違う風俗が、こう感じ取れたというか、人の営みとかもねやっぱちょっと違うなっていうのと、景色も全然違うね。やっぱ海外行くとね面白いなと思わないですか。僕はアジアめっちゃ好きなんですけど、アジア行くとこのまだ未発達のところの、国に行くのが大好きで、あ、そんなんそんなめっちゃおもろいや、めっちゃ力づくや、今やったら近代化されてるのにそんなんやってんねやみたいなみんな、すごい好きなんですけど、まあそんな感じで、新しいところに行ってすごい刺激を受けて、このスランプを脱する形になったんですね。で生まれたのが朝鮮八景っていう、1940年昭和15年に出した作品っていうのが、あんまり数が出てないのでマニア垂涎の作と言われるんですけども、まあ、これが発表されるような形で、まあ、スランプを出したと。でまあよかったなよかったなって言ってたんですけども、せっかくねスランプ出したんですけども、翌年から戦争になっちゃうんですね。日本は太平洋戦争、まあ、第二次世界大戦とかで太平洋戦争だって、日本もまあ戦争に負けば本土もね空襲があったりとかあって、全然芸術を楽しむ雰囲気の世の中じゃなくなっていくんですよ。で軍部の統制も厳しくなって、芸術家は自由に自分たちの作品を発表できるような、そんな空気じゃなくなってしまってたんですよ。でね、戦争画を描いて、それを売って、こう法の、軍部にお金を寄付したりとかね、戦争画を描かなきゃいけなかったりとか、展覧会中止になったりとかっていう中で、なかなかこうね、芸術家として版画家、まあ、破水とかも、参加できないと。でまあ新版画版画って彫り師と摺り師がいるじゃないですか。なのでそれら関わる人物が多い中で、まあ、戦争に行かなきゃいけない人もいたり、疎開する人もいたり、亡くなる人もいたりということで、なかなか揃わなかったりする中でもなかなかまともな芸術活動というのができなかったっていうのが、私、まあ、破水自身も疎開したりということで、この戦争時代というのはあんまりこうねいい作品っていうのが出なかったんですよ。
で、まあ、混乱が収まってます終戦を迎えましたよということで、まあ、東京はね焼け野原大空襲があって焼け野原になってる状態で、じゃあどうなったのかっていうと、意外にもね、この戦後に、バブルが起こるんですよ、マジでっていうみたいな感じなんですけど、そうバブルが起こるんですよ。新版がバブルが起こって何かっていう、なんでかっていうと、あの戦後あの日本で、まあ、GHQ が来てたじゃないですか。で占領軍が来てて、まあ、あの外国の方が、まあ、軍隊の人ですねが占領して居座ってたので結構おったんですよ。でその人たちにとってはこの新版画っていうのが格好のお土産品やったんですよ。ということで、めっちゃ買い求められて、こうブームが起こってバブルが起こってめっちゃ潤ってたらしいんですよ。で外人の人たちってめちゃめちゃアグレッシブに外国のこう家行ったりとかね、版画店とか行って、あちょっとこれを記念撮影しようぜイエーイみたいな感じでしてサインくださいみたいな感じとかね、結構アグレッシブに行くので画家とかもあのめっちゃ調子に乗って、ああ俺人気もんやから俺大先生やからみたいな感じでちょっとバブってしまったんですよ。でまあ、渡辺正三郎の店も幸いにも今回は関東大震災のようなことはなくて、いろんな作品を疎開分散して疎開させてたので、まあ、作品もあるし、で銀座の蔵が、ね、店の蔵が残ってたらしいんですよ。なので、戦後、まあその営業を継続することが銀座で継続することができたというのもあって、結構この時期っていうのは新版画の人たちはバブってたんですよ。でバブってたんですけども、バブルはどうなるんでしたっけ？そう。いつか弾けるんですよね。そう、バブル崩壊。日本ではね、もうバブル崩壊って言葉、もう怖いですよね。その言葉嫌っていう人いっぱいいると思う。僕も嫌ですけど、嫌っていう人いっぱいいると思うんですけども、ここのバブル、戦後のバブルも、弾けちゃうんですよ。なんでかっていうと、占領軍は帰るんですよ。そりゃそうやと。日本には住まへんからね。役割を終えて占領終わりますって言ったら帰ってしまうので、帰ってしまうと、需要が一気になくなってしまうんですよ。でこのバブルによって、実は新版画って戦前と戦後で大きく状況が変わっているという大問題を実は抱えてたんですけれども、それがバブルによって見えなくなってしまってたんですよね。好景気の時ってあんまり見えないもんですよ。実は問題は根本的な問題は進行しているのに先送り先送りして気づかなかった手を打つのが遅れてたっていうのがこの時期だったんですよね。それが何なのかというと、どんな問題じゃ抱えてたのっていうことなんですけども、まずね、資材がめちゃめちゃ枯渇してたんですよ。戦争の時もそうだったんですけども、新版画って渡辺正三郎さんがバッキバキにやったんでっていうことで材料にもめっちゃこだわってたんですね。版木の木とかもそうですし、なんかどっかの、すごいいい木使わなあかんとか、で紙和紙もそうや、絵の使わなあかん、越前和紙じゃないとあかんみたいな感じで、で絵の具も絵の使わなあかん、もうとっておきの絵の具を取り揃えなあかんみたいな感じでやってたんですけども、戦争のその時って物資がとりあえず枯渇するし、贅沢は敵だみたいな感じで物価は上昇するしということで、もうなかなかねここら辺って、材料が揃わなくて品質めっちゃ下がってたみたいなんですよ。なので、例えば海外とかからも、買ってる人いたんですけども、めっちゃクレームが来るぐらい、品質下がりまくっとるやないか、どないなっとんねんっていう風な、それぐらい材料がなかったんですよ。まあ、材料がないから品質を落としてなんか悪い絵の具を使ったり、なんか版木もなんか、裏返して 裏を掘って使ったとか、なんかそんな話があるぐらいで、とにかく材料がなかったんですよ。で戦後になってじゃあそれ回復するのかなと思ったら、そんなことはなくて、復興していかないから、どっちかって工業化をしていくので、どっちかってそっちに材料を取られてしまって、戦争中よりも戦後の方が材料ないっていうぐらい非常に困った状態になったので、値段が材料が上がるからもうなかなか手に入らなくて、クオリティを上げようにもこううまいことクオリティ上げられへんし、もうやろうと思ったら値段高くなるしみたいな感じで、すんごい問題やったんですね、この資材の枯渇っていうのが。で、あともう一つの問題というのが後継者不足だったんですね。まあ絵描きはね、まあまあ100歩譲ってまあなんとかなるにしても、まあ、言うてもね、川瀬八瀬もまあそれなりに絵描きも含めていい年齢になってきている中で、次世代を育てなあかんっていうのがあったんですよ。で新版画の特徴として彫師と摺師がいるじゃないですか。でバッ
キバキにレベルアップさせてる技術なので、そんな1日2日で覚えられるようなレベルじゃなかったんですよ。翔三郎さんがね、芸術ヒントするっていう中でレベルアップしすぎたのを、下の子に育てるのもいきなりね、レベルアップさせる、同じぐらいのレベルアップにさせるっていうのは無理やし、でやっぱり画家との二人三脚で密接にこうやり取りした関係があるから、ハスイの作品とかも生まれてる中で、ポットでの、ね、技術があるっていうだけではね、やっぱり、意思疎通ができない。いや、ハスイさんはね、ここをこうしてほしいっていつも言うとるから、それはこうせなあかんわっていうのが分かってないと、ハスイの作品っていうのは生まれなかったんですよ。っていうのがある中で、後継者がなかなか不足してるな。しかも、戦争で亡くなる人もいるし、戦争で疎開してそのまま帰ってこなくなったっていう人もいる中で、3人揃わんと作れないっていうのが結構ね、足かせになって後継者不足に陥ってたんですよ。で、最後の問題というのがマーケットの縮小問題というのがあったんですね。もともと海外で、こう売り出そうとしてたので、この時戦前までっていうのは海外に結構日本画の版画を売るお店専門店みたいなのがあったんですよ。あって、でそこに、こう渡辺翔三郎さんとかいろんな版元っていうのは、輸出卸をして、でそこで海外の人たちにこう販売していったみたいな感じで、そこで海外でファンがこう増えてたんですけども、戦争が始まって特にアメリカとかはね、こうお店でやってて、いやお前んところと戦争してんねんけど何日本のもん売ってんねんみたいな空気になるじゃないですか。ね、いや お前さ、日本の版画売ってるけど真珠湾で攻撃されてうちの家ボロボロやねんけど、お前どんな何商売してくれてんねんみたいな感じになるじゃないですか。なので海外ではそう、せっかくお店を出してたんですけども閉めざるを得ないというところがほとんどだったんですね。でまあやめて、で戦争が終わったからといってじゃあ復活させますっていうふうなことにはならなかったんですよ。やっぱりもう店とかも全部売り払って日本に帰ってきたりという人たちもいたので、なかなかね、もう海外のマーケットが戦争終わったから、戦争前はねそういうマーケットがあったんですけども、戦後になったらそのマーケットが一気に海外のマーケットがなくなっているということで、需要がめちゃめちゃ激減しているっていうのも一つの問題だったんですよ。需要がたっぷりあれば、売り取ってるから資材もなんとか高くても買えるわけなんですよ。で後継者もお金があるでも余裕があるからこう育てることもできるけども、マーケットがなかった、需要がなかったらやっぱりね、難しいんですよ。これはね、今の掛け軸業界でも似たようなもんがあるんですよ。なかなか売れない掛け軸業界、需要が衰退していってるのでね、ところもなくなってきてるからね、掛け軸買う人少なくなってるんですよ。ってなったら、こう資材がね、材料屋も売れへんねやから、もうそんなに作ってもしゃあないやんということで、なかなかこう資材がこう揃わなくなるから、一個一個高くなるっていう、生地代とかね、軸先代とかめちゃ高くなっていってると。で後継者、いやもうそんな売れへんねやったらもう後継いでやってもしゃあないやんみたいなのが結構多いですよ。まあ、僕は結構不思議な継ぐタイプやったんですけど、継がないでやめますって廃業するところも山ほどあるみたいな、まあ、そんな掛け軸の業界と一緒で、やっぱりね、こう新版画っていうのも、難しいなっていうので、ここら辺で結構戦後のこう浮世絵のずっとね、復活させようと続いていた浮世絵の技術の、こう終焉が近づいてくる形になるんですよ。でもそこでね、抗う人が一人おったんですよ。それが誰かっていうと、渡辺翔三郎さんのジュニアだったんですね。渡辺忠さんっていう、渡辺さんのお店の二代目をやってる人が、奮闘するわけなんですよ。こう、あかんあかん、お父ちゃんがせっかく浮世絵をこう蘇らせる言うて、バッキバキにレベルアップして頑張ってきたのを、ここでついえるわけにはいかんということで、渡辺忠さんは、こう、文部省に駆け寄ったわけなんですよ。文部省さん、あのね、こう浮世絵ってあったじゃないですか。江戸時代からめっちゃ頑張って、明治時代縮小しましたけども、うちのお父ちゃんがね頑張ってこんだけも今技術浮世絵の技術頑張って保ってるから、これをね絶やしたらあかんと思うんですよ。だからね、こう補助金欲しいんですわ、事業計画立てましょうよっていうふうな感じでこう頼みに行ったんですよ。な、文部省の人は、いやいや忠さん分かりますけどね、まあ、この時忠さんってなんかの会の結構上役、会長みたいなポジションやったんで、結構発言権があったんで、文部省にこうその木版画協会的なところのボスとして、交渉してたんですけども、その文部省の人は、いやいや忠さん、まあ、言うのは分かるけどね、浮世絵大事なのは分かるけど、実際どんな感じにしたらいいんですかねみたいな感じで聞いてみたら、忠さんはちょっと大きく出ちゃったんですね。いや
職人を育てないといけない。これね、うちのやってるのはもう絵師もそうですけども、絵師の技術もすごいんですけども、それを再現するための、彫り師とすり師、この技術をね絶やした、これが結構難しいからね、これ1日すこらじゃね、やっぱ、ね、育たないんですよ。だからね、そうですね、最低でも10年ぐらいはね、育成計画、人類保管計画じゃないですけども、職人育成計画っていうので、ね、立ててね、予算を10年分ぐらいで育てるぐらいの大きい予算を取ってもらって、みんなで一生懸命こう育てていくっていう、そういう計画で、予算取りをしてほしいので、補助金欲しいんですみたいな感じでこう忠さんが言うと、文部省は、いや忠さん、ちょっとスケール出はすぎっすわ。いや、そんなね、いや、大事なのわかるけども、そんな予算、10年分の予算で、いや、国家予算で年度年度やからね、そんな10年またいでの予算ってとってもじゃないけど、ちょっと難しいっすわ。な、まあ、とりあえず、わかった、大事なのわかったから、ちょっと、折衷案、妥協案ということで、とりあえず、その、彫り師とすり師の技術を、記録しましょう。記録する技術、計画を立てましょう。っていうことで、とりあえずは育成じゃなくて、その何擦り方とか彫り方とかマニュアルをちゃんと作って残しましょうねっていう、そのための補助金っていうのが下りる形になったんですよ。で、まあ、忠さんも、まあ、わかりました。とりあえず妥協ですけどね、わかりました。ということで、その時の白羽の矢が立ったのが、の一人が、川瀬巴水だったんですね。で、川瀬巴水が描いたのが、増上寺の雪という作品だったんですね。なので、川瀬巴水の画業とかをこう見ていくと、なんかね、1953年、無形文化財技術保存記録木版画みたいな感じで、なんか大々的な、なんか無形文化財とか言ったら凄そうや。なんやこれ、技術保存記録木版画。なんかここら辺ようわからんけど、無形文化財、文化財言うてたらなんかすごいもんなんや、あ、川瀬巴水すげえなーって思って、感心してしまう人がいるかもしれないんですけど、なんとこれは妥協の産物やったっていうのをしっかり覚えておいてください。妥協やったんですよ。妥協で生まれたのが増上寺の雪やったということなんですよ。で、まあ、それでもね、この木版画協会的には、補助金というものを、もらって、授業というものをこう保存するという、一応一つの動きをしたということで、忠さんをやった、お前はすごい偉いみたいな感じで、一応お相手ではいたんですけども、忠さんはね、やっぱそこでは納得できなかったんですよ。いや、もうこれはこれでええねんけども、やっぱり育成計画とか、いっぱいそういうのせんと、もっと保管せなあかんということで、わかりました。まあ、10年というのは私もちょっと言い過ぎました。大きく出ました。その代わり巴水とか、このね、職人さんとかを人間国宝に指定してくれまへんかと、人間国宝に指定してくれたらもうちょっとなんかね、融通きくんちゃいますの、予算とかいっぱいやお金かけたりとかね、やっぱ人間国宝に対する扱いはこっちブランドがちゃいますからね、ぜひね、人間国宝にして、これやったらできるでしょ、人間国宝っぽい顔してるでしょ、川瀬巴水、文次郎やったと思うんですけども、人間国宝みたいな顔してるから、ぜひね、人間国宝の指定をしてくださいみたいな感じで文部省に頼んだんですけども、残念ながらこれも、却下というか結論無理っていう結論だったんですよ。こう、まあ、いろんな理由があると言われてるんですけども、一つには普通人間国宝って、一つの作品に対して一つの人間国宝みたいな感じなんですね。というのは新版画って絵師もいれば、彫り師もいれば、すり師もいる。で、なんなら、版元の影響、渡辺正三郎とか渡辺忠さんの影響っていうのも結構でかく、いろんなものが関わりすぎているので、じゃあ、この一つのに対して、じゃあ4人ぐらいを全部人間国宝にするっていうのも、なんかちょっと違うくねみたいな。人間国宝、例えば、ようわからんけど、こう、なんかね、歌舞伎のなんとかさん、は歌舞伎やから、この人はイコールだから一つの歌舞伎イコールこの人、人間国宝とかってなるじゃないですか。この焼き物のこの人は、この、徳田さんがこうだからみたいな感じで、八十吉がこうだからみたいな感じで人間国宝みたいな、適当ですけども、な感じで、まあ、イコール一つ、一対一でこう結びつけられて人間国宝ってなるんですけども、一つの作品に4人が紐づくっていうのはおかしくねえか、なんかそれ嫌じゃない。前例ないで、日本のね、こう前例嫌いがあるんですよ。前例ないパターンを嫌がるのがよくあるんですね。もう、特にこうね、お上はね、前例ないパターンは受け付けません。そんなものは前例がないから、聞いたことがないから、とてもじゃないけどできないよ、ははっていうのがなんかお上っぽいじゃないですか。っていうのが出てしまって、残念ながら忠さんの人間国宝指定計画っていうのも、ついえてしまうんですよ。
で、まあ、もうね、どうしたらいいんだって、こう、悪戦苦闘してる中でも、ハスイっていうのは頑張ってね、作品を出してたんですよ。いろいろね、負けずに、まあ、言うても俺はもう、版画家や。その国が認める、認めない、難しいことは俺には分からへんけど、俺はできることっていうのは、自分の作品を書いて、多くの人の心を癒すことだから、その難しいことは分からんけど、とりあえず頑張るんだって言って、この間も、ひたすらいい作品っていうのを出していきます。ね、材料もない中でね、大変だと思いますけども、なんとかかんとか作品を出してたんですけども、1957年についに、亡くなる形になります。享年74歳ということで、絶筆が、平泉金色堂という作品になります。まあ、こちらの作品なんですけども、まあ、雪がしんしんと降り積もる、まあ平泉、岩手県のね、平泉金色、中尊寺金色堂の石段を、修行僧がこう歩いている、まあ、背中が見えるよっていう作品で、ちょっと物悲しいね、最後の作品だなというところで、この頃、この作品を描いてる頃っていうのはもう、川瀬敦っていうのは胃がんを患ってたんですね。だから胃がんで亡くなっちゃうんですけども、胃がんを患ってて、もうこの先、これが仕上がる頃には多分もう自分は、生きてないだろうっていうのを多分分かってたと思うんですよ。でよく言われるのは、この雲水の後ろ姿っていうのは、この世からお別れを告げて、この世を別れを告げて、あの世に旅立とうとしている自分の姿なのではないか、なんてことも言われたりします。真相はわからないですけど、それを投影してるんじゃないかとも、言われたりはしております。で、この作品っていうのは、川瀬巴水が亡くなってから完成する形になったんですね。まあ、死体は描いてたにしても、浮世絵ってやっぱスリと彫りがあって、で、特に新版画っていうのは手間かかるんですね。何十回も刷らなあかんからね、34回、40回とか刷らなあかんから、めっちゃ手間かかるので、巴水が亡くなって、葬儀の後、百花日の法事の時に、友人や知人に配られたと言われております。まあ、これが川瀬巴水の絶筆だったんですね。でも最後 の作品にしても、やっぱ、こう技術高いなというか、まあいいクオリティの作品だったんだなというのが分かりますね。で、川瀬巴水 の亡くなった後、5年後1962年に、渡辺庄三郎さんが、亡くなるという形になったんですね。忠さんの努力も虚しく、お父さんは、この5年後に亡くなってしまうという形で、巴水庄三郎というこの新版画の大きな一時代を築いた、二人が亡くなることによって、新版画、まあ、言うてしまえば浮世絵の歴史の一つの幕が、閉じたという、そういうふうな流れになるんですね。もちろん、ここで完全に全部終わってしまったわけではなくて、この後もその技術をなんだかんだでね、残そうと、忠さんは奮闘するわけなんですよ。いろんな教会とかに入って、を作ってね、職人を自分たちでできる範囲やけども育てようとしたりとかして、で、この忠さんの後、今現在、庄三郎さんという方が何でも鑑定団で浮世絵の解説鑑定をしてらっしゃる方なんですけども、あの人がお店を継ぐ3代目として、引き継ぐような形で、まあ、東京都といろいろやりながら、ね、補助金とかを多分もらいながらやと思うんですけども、いろいろやりながら、現在もなんとかかんとか、そういう技術っていうのは多少なりとは残ってます。ただ一般化はしてないというのと、大きな流れでいうと、やっぱりこの一時代を最後の最後、新版画の歴史を作った渡辺庄三郎さんの死をもって一つの区切りというのは一般的な流れなんです。だからこれが浮世絵の最後の部分、ラストジェネレーションの人たちっていう登場人物の流れになります。はい、いかがだったでしょうか。今回は川瀬巴水の生涯をご紹介するとともに、新版画と浮世絵のラストがどうだったのかっていうのをご紹介させていただきました。で、まあ、この新版画っていうのは1962年に渡辺庄三郎さんが亡くなった後、やっぱりね、時代の流れとともに忘れ去られていくような、まあ、そういうふうな存在だったんですね。だ美術史の中でもあんまりこうスポットが当たることがなくて、まあ、こんなんありましたよぐらいの軽い紹介でしかなかったんですよ。忘れ去られていってたんですけども、最近ね、ここ10年20年とかの間で、再び注目を集めるようになって、今めちゃめちゃ人気高いんですよ。で、その人気で、まあ、評価はずっと高まっていってるような状態で、まあ、だからスティーブ・ジョブズ、アップルのスティーブ・ジョブズも勝ったよっていうのも、この10年20年とかそれぐらいの間の話の、一つのエピソードとしてあるんですね。っていうぐらい、まあ、レベルが、人気が上がっていってるんですよ。その、まあ、背景にあるのは、やっぱりね、海外での人気が非常に高い、コレクターがたくさんいるっていうのが大きな理由かな
と思うんですよ。海外、マーケット縮小したんちゃうってさっき言いましたけども、実はね、その中でも、残ったというか、再び復活した店っていうのもあったんですよ。でその代表的なのがアメリカのロバート・ミューラーっていう外国人が、画廊を復活させて、でそこからこう広めていったっていうのがあったりするんですね。まあ、いろんな人の、努力のこう積み重ねによって今のリバイバルっていうのが起こってるんですよ。このロバート・ミューラーの話もね結構面白いので、川瀬ハスイとか北辰版画とのこうロバート・ミューラーとの関わりっていうのもまたご紹介したいので別口でご紹介したいなと思いますけども、まあそういう人たちのおかげで今リバイバルが、来てますよというそういうふうな状態なんですね。でまあこう世界的なまあ評価が高まって、まあ、新版画一番ね、まあ、新版画っていう存在まだ知らないという方結構いらっしゃると思うんですけども、そこにまあスポットが当たって新版画という存在をみんなに知ってもらったり、この浮世絵とかのこう、ね、技術を残すために戦った侍たちがいっぱいいたんだよと、川瀬ハスイとか渡辺正三郎とか、ね、渡辺忠さんとかめっちゃ頑張ってこれを残さなあかんっていう時にめちゃめちゃ頑張って苦労してたんだよ。戦争も越えながらも大震災も越えながらも頑張ってやってたんだよっていうのを、多くの人に知ってほしいなと思うんですよ。日本がやっぱね誇るべき文化だと思うんですよ。まあ、浮世絵からつながって新版画になりますけど、この一大版画のこうなんですか文化っていうのは他の国ではないものなの で海外の評価も高いものなので、日本人がやっぱり深く知って誇りを持つべきものだと思うので、そのブームの世間的な評価が高まって、そういうきっかけになれば嬉しいなとも思います。でこの動画っていうのが、その新しくこう理解を深めるための、一つの材料として役に立てば、非常に嬉しく思います。でその流れの中で、掛け軸にも興味を持ってもらえて、好きになってもらえたら、私は嬉しいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。